今日ダイソーのシールを35枚貯めて、長かったですね。4月からずっと貯めてたんですが、何をもらうかというと、じゃじゃん、この包丁研ぎ機が欲しくてずっと貯めてきました。参考販売価格は2500円ぐらいですかね。はい、ダイヤモンドローラーとか、まあ書いてます。早速ちょっとこれダイソー行ってもらってこようと思います。買ってくるっていう方がいいのかな。はい、それでプラス600円を出して購入したのが、このビーボーの包丁研ぎ機ですね。相当なんかごついです。そして今回はですね、このよく熟したトマトがあります。これを切ってみようと思います。まず違いが分かりやすい100均の包丁ですね。半分に切ってみましょう。こんな感じで、なかなか、はい、でこれをちょっとずつスライスしていきます。あ、でも切れないことはないんですよね。そして出たダイヤモンド研ぎ機。はい、ではこれ1、2の順で2、3回手前に引くように研いでください。うわ、ガリガリガリ、すげえ。さあどうでしょう。おお、確かに切りやすいですね。こう力が全然いらなくなりました。素晴らしい。では普段使っているこのニトリで買った方、はい、引き続きちょっとスライスしてみます。よっ、若干わかりますかね。ちょっと力が入っておりますが、これもよいしょ、1、さあこれでどうでしょうか。おお、スッと入るようになりましたね。すごい、見てください。これ全然力いりません。スッと入ります。ここヘタ取るのも、おお、ヘタ取るのも簡単。素晴らしい。どんどん切れちゃいます。すごい、以上、包丁研ぎ機でした。これに、はい、マジックソルトかけて出来上がりです。超簡単。もうちょっとでもバジル感が欲